日本大学のアメリカンフットボール部に所属する部員の男が対魔所持などの疑いで逮捕された事件で、日本大学が午後6時から緊急の理事会を開くことが分かりました。複数の関係者によりますと、緊急の理事会はこの後午後6時から東京千代田区にある日大本部で開かれるということです。もう間もなくですね。 明日午後3時から林真理子理事長と酒井健夫学長が出席する記者会見を前に話し合いが行われるものとみられます。